初戦は時間切れしたとまるチーム VS 島崎セロ、島崎さんが対戦してるね。ちょっとなんで今日の1位と2位がチーム組んでるんですかね。あ、チーム戦だと雑魚になる放送がありますかね。島崎さん口閉じてください。口が開きっぱなしです。なんかあの口開けて対戦してるとバカっぽいっすよね。島崎さんまだ時間かかりそう。試合なんだけど、試合なんだけど。あと1ラウンド。じゃあ待ちましょう。あれ、あ、対戦相手って同じチームの人？見えるか。いや、マートゥンさん。あ、マートゥンさん。あれ、マートゥンさん入ってねえじゃん。マートゥンさんは出てない。あ、ちなみに形式は勝ち抜きになりますので、確かにカーマイン使わないと厳しいかもしれません。なるほど、やべえ、切符持ち。いや、切符が2枚目、ね、さんがここもなんか島崎さん、こっちのチーム。いや、ポイントだけなら合計ポイントストップなんだけど、ここやべえでしょ。なるほど。じゃあ、さとまるくん座って、どっち先方座って、早く座れたの指示が。どっちでもいいけど。はいはい。はい、じゃあランダムツーンやるぞー。うおー、成田どうなってるか分かりますか。誰も知らないです。誰も知らない。読みさん、やばいやばい。参加者3人。本気でネコ、本気か、本気でネコ読み。なんで予選でもないこっちの方が人多いの。さあ、輪廻2人です。成田遠いわ、確かに。成田遠いからね。成田空港行く。こっちがタイムラグない方。こっちがタイムラグはない方。さあ、絶好調の時間切れ輪廻。昨日の試合ではね、あんまり勝ってるところを見なかったんですけど、でも優勝はするっつって。昨日はもう欧州には何連敗もして、ハイローゴルドにはボコられ、何もいいとこなかったんですが、結果としては優勝。でも優勝する。優勝する。多分野試合で餌を撒いてた可能性。まあ8人ぐらいしかいなかったんで、まああれなんですけど、あの2桁いく予選会場を知りたいですね。参加者の人数が本当に今後2桁いくとこあんのかっていう。さあ、時間切れがまず1本ですね。12人。さあ、中断当たる。さあ、これサマーが出なかった感じ。さあ、中断指導で3163なので、まあまあまあというところですが、おーっと飛んでる。あっと、これは甘えた 2C にはテイクブが、やはり、まあ、リンネは、ね、JDC 対、あ、地上 2C に対して リターン結構でかいですね。リスクを与えることができる。今日は時間切れの日です。これは回り込んでアサルト、しかしちゃんと立っている。さあ、ここは生 CS やってしまう。自ら踏みに行く。またクーガ、これは甘えたところで全てクーガが刺さってしまい、これは決定だか。さあ、ここはフィントワス。これ早稲田式じゃないよね。勝ち抜き。時間さん、勝ち抜き。時間切れ結構話聞かないとこあるから。しかし対抗数は島崎ですね。最近めきめき上達しているという。200万プレイヤーだぞ島崎さん。200万プレイヤーだぞ相手。さあ、それはちょっと違う人じゃないかと思われるが、さあ、島崎200万をついに超える。さあ、もう安泰、もうこれ以上下がりはないですね。200万の2万7000以上あるんで。さあ、200万に上がると売り勢はこぞって200万から叩き落とそうとする傾向があるので、
しかし安定して200万を維持。さあここはまず投げて勝利を思い切り出す。ゴービーのところにカウンターヒット、遅らせ声に見えたが、ここはまず A 指導で2300投げ返す。さあここまで勝利、同じことを繰り返している。しかしダメージはほぼほぼ変わっていない。これは下から出てくで勝利だけでこのダメージ。さあここ回り込んで立ちくらい、走ったところに当たったか。さあしかしこれはまだ殺せない。さあ着地シールド取られているが打点が高かったので半角はなしと。さあこれは 2C2A が当たる。さあダッシュ完成つけた 2A、 意外とリーチが長い。大宮になったところに 2A こすんな時間切れ。さあ時間切れは200万超えたが一方に落ち着く気配はない。さあここでまず昇龍2回当たってまず1割。ここは JB 2A、ここで上を使って2段ジャンプはないが空中で軌道をずらすことはできるな島崎の。ここはカウンター。さあこれはハイカウンターなので重いコンボを狙っていくがミスってしまう。ここは金投げ抜ける。ここはインフィニットアスで、あ、じゃああっちがゲージが200でしたね。JA さあなぜ立ち状態で登り絵が当たるのか。5A しっかりここはファジーしている。さあ島崎はファジーを覚えたので着地投げは通用しない。波動、さあここはちょっとレバーはめ1本取り返す島崎。最終ラウンド国土が 5A が当たる。さあ安いがここは1700正面ではなく裏見えない。さあ島崎ちょっとタイミングが噛み合わない。時間切れがこするこする。ここは回り込んで回り込んで回り込んでくる。さあ時間さあこれは届く。さあ輪廻どうしようもねえぞこれ。ここはさあやりたいだけの落とせと島崎が叫ぶが落とすことなく終了。時間切れに立て、はい、ではナオロ欧州筆頭チームと夕張店員ノーツチーム。さあナオロ欧州筆頭夕張店員ノーツ。さあお互いま全員1が1人ずつ入ってる感じですね。さあ順番じゃんけんして決まったらとりあえず席決めですかね。これはやっぱりリップが低い順に出るのがセオリーなのではないかと思うんですがそうですね、先にでかい方が出る意味がわからないですね一応まあエンジョイなんで今日は、ね、エンジョイ大会楽しんでいただければと。もうさっきまではもう殺伐とした大会でしたけどね。そうですね。さあ夕張怒っている。さあこの色は怒っている。しかしワレン使いとしてちょっと夕張は認められないですね夕張は一切認められない。さあ夕張は多分この組み合わせはね一応まあ5部僕がつけてるんですけど、まあ、夕張は 3-7 で不利だと思われるという感じですねさあ開幕どう出るのだ。これは痛い。さあ夕張激しく前に行ってここは 2B 越し波動から置き攻めを選択。ここは次にかなった2択を仕掛けてクリスバッチン。さあこれは俺教えたずるい技ここさあカウンターヒットしてる。ハイカウンター。さあここはまだ分からなかってしまった。今度はナオロが端に連れていくがこれは重なっていない。昇竜でお構いなし。これは見てからこれはしっかりと CS と順番逆な気もするが間に合うのでいいでしょう。さあまずは奇跡の夕張一本。さあ位置が入れ替わっている。シールドを出してしまう。さあ着地ではなくここは下段を選択して、さあこの岩投げですね、これ注意したいんですがこの組み合わせで唯一遠距離で我がやることがあるという。おっとすれ違いさま何かをつかむ。岩出ていない。これは広がる。
さあ、なおの落ち着いてほしいが、ここは 2B、 先ほどから 2B がやはり刺さる。ワレンの体はでかい。ここは詰めて相打ち。さあ、ダッシュ B を選択していた。さあ、これはあ、ちょっと赤いですね。なんか暴れてた可能性がある。さあ、は下段が売りのキャラなのに1回もしゃがみガードを見せない。なんだこれ。さあ、ここはさあ、まだ殺せないんじゃないかこれ。あ、うそやん。うわー、ひどいですね。さあ、なぜか夕張が勝ってしまいましたので、次は欧州筆頭ですけれども、これ勝てば大金星ですね。欧州さんがどっち使うか、まあ、欧州誰使っても勝っちゃうみたいな顔してるそんな顔はしてない多分ショーンでもいいよ。さあ、冷酷な欧州筆頭がうっかり油断してやばいというのが聞けるのかどうか。あ、欧州は焦るとやばいという癖があるんで、はいはい、独り言でやばいって言った時はめちゃくちゃ面白いですマジで面白かったさあ、やばいが聞けるのか、それとも夕張のやばい死ぬが聞けるのかはまだ分かりませんが、開幕アサルトを通す低めの 5J アサルト 6C。 これは小足のところにインクリースが当たって 4B スカルドファン B。 ここは端に場所が変わって、ここはお見合いから使っているがお構いなし。さあ、ワレンのコパンは8振れなので、ちょっとしたビフリに反応できない。反応しても負ける時がある。ここは DC 目の前、ここは 2C グラってしまう。さあ、ワレンはダッシュ C など小馬投げぐらいしか入んないんで、ちょっと難しいんですよね反応が。さあ、ここはセコ置いてタッチガード赤い。さあ、あと一発裏から投げる。あと一発まだ生きている。さあ、ここはどうだ。さあ、これはさあ、どっちか、どっちが悪いかわからない。暴れたですね。さあ、夕張では夕張では無理だ。この小足越しの連携は逃げられない。小足小足小足小馬投げ割れている。 V を通す。さあ、チャンス生まれる。小馬投げ、小馬投げが通る。さあ、これは痛い。2300ダメージ。おっと、飛んでる。さあ、反応できる欧州人。さあ、野地合番長、野地合番長、大会では結果が出ないんですが、野地合だけはすごい強い。さあ、後ろ回りの下段。これはあと1回。さあ、これは照れる前ですね。さあ、夕張何かやるしかないんだが、ちょっと僕にはあれに見えるが。さあ、空振る。さあ、どうしようもない夕張にどうやって勝つのか教えてほしい。ここは何かをやる。さあ、ここはバックステか CS も来てドンピシャ出していく 4B。 さあ、ここはおっと爪また飛んでる。さあ、ちょっと打点高いんちゃうかほらさあ、夕張の悲鳴が聞こえる。さあ、1回でも出ない。小足刻みまくって。さあ、やばいのは夕張だった。これで大勝、大勝ですね。あだ打ちのノーツが降臨しました。ノーツさんはどっちを使うのかな。さあ、欧州筆頭なのでちょっと予定が狂ったか。ここは暁やめた方がいいんちゃうかという感じですけれども、ちょっと暁だと追えないんですよね、なかなか。まあ、逆に欧州さんも白夜を使う可能性はなく気にしもあらずですが、欧州はキャラ変えられないんで、これ固定で。いや、俺変えたいって言ったんで。変えれるしたる。毎回キャラをかぶせて OK。 さあ、初戦カーマイン。あ、ミカっていうキャラいたね。さあ、ここはやっぱりこの色。ここはやはりカーマインセット。まあ、暁は無理だと判断したでしょうね。暁は野試合では結構いいキャラなんですけど、大会でちゃんと使うってなるとやっぱりB テッコばっかしてるわけにいかないんでね。やはりこの車輪でバクステをちょっと抑制していきたいですね。ま
まずはさあこれ強い、シールドを割りながら2300を与えていく。さあノーツ得意の、さあ250万ではきっと立てるわけがないが、5円割り込んでくる。さあここは車輪 5BJCJAB キラー、このまま2択投げ抜けているのはノーツ。さあこれが汚い、絶対に置き攻めにいける。さあ変な当たり方している。さあここはどうだ、まだ生きてる、どこにいる、お投げて投げる車輪に置いて2択着地下段、これをあり暴れようとすると絶対にガードができないですね。さあこれはまさかノーツが溜めて溜めて溜めて、さあ車輪上りで出して2択下段はガード JA。 さあどうしようもね、これ F 式をミスるようではどうしようもないんだが、ここは V を通していく。さあ車輪が出ない、さあ車輪が出ない、まさかここは暗転返しを意識させたところに投げに行ったからちょっと反応が遅れましたね今のは。さあ軸をずらした投げでしたね今のは、ちょっとノーツがたまたまうまかったみたいなところで。さあここは波動波動 6B。 さあ追いかけてくる、 JB が追いかけてくる。さあ最強キャラ瀬戸、ここはまずさあ後から来る飛び道具のせいでもう全キャラに対して動き的な有利をつけられるんですね。16赤ビート金投げは抜ける。さあ前回これ立石の予選ではこの組み合わせでノーツがかって切符を取ったんですが、ノージェ対このコンバットのランダム2オンではどうか。11立ち回りで食うのか、それとも殴り合いで勝つのか。おっとここは車輪、そうここは位置を入れ替える。いえさあ欧州も 5B 暴れて、あれは誰もいなくても当たる、これはドンピシャ。なんとこれは橋に連れて行って大きい攻め、赤ビートなのだが大丈夫か、投げてしまう、つかみ2ヒットしてる、コシコシ。さあこのキャラ固めが強すぎる、 6C は立つ。さあおしゃれ、うわーダッシュ越え、ダッシュがせついていると判定が前に伸びる。さあこれは欧州ならミスらないんじゃないか。さあノーツがしけたつらしているが、まずは欧州ナオロの勝利。次はザワシキと俺とヒロですね、固まらない。そして二度と俺の前にその姿を現す。さあ続きまして社